急がなければ。襲撃事件の影響がこんな形で現れるなんて思いもよらなかったけれど、ある意味これは幸運とも言えるわね。だって夏休みが前倒しになったおかげで、学年末に行われるはずだった生徒会役員の選挙が延期になったんですもの。改められた選挙の日程は新学期が始まってからすぐ。つまりシド君の立候補にまだ間に合う。きっとこれはシド君と共に生徒会役員に従事せよとの天からのおぼし召しに違いないわ。だけど慎み深いシド君のことだもの。私のいる生徒会に入りたいと思ってはいても、きっと自ら口に出すことはできないでしょう。ならばこの私、ローズ・オリアナがシド君の背中を押してあげるべき。ここは面と向かって次の生徒会選挙に立候補してほしい旨を伝えなければ。そして晴れてシド君が生徒会入りした暁には放課後はずっと共に過ごせる。シド君もそれを望んでいる。そうなのでしょう。その時が本当に楽しみ。ああ、でもどう切り出すべきかしら。シド君だって生徒会選挙の件はきっと知っているわ。どうすべきかと迷っているかも。シド君、お話があるの。次の生徒会役員選挙にぜひ立候補しましょう。これくらい直球で伝えても構わないかしら。シド君の力を必要としていることをしっかりと伝えたいものね。待っていて、シド君。突然訪ねてきたらシド君は驚いてしまうかしら。どんな嬉しそうな顔をしてくれるのか今から楽しみ。あら、あそこにいるのは。あなたは。クレア・カゲノーさん。失礼ですが、どうしてクレアさんがここに。それは私のセリフだわ。クレアさん、シド君の姉にして紅の騎士団候補生、剣の腕が立つことで知られていて、学業の方面においてもとても優秀な方。そしてシド君のためならどのような危険も厭わない、大変に家族思い、いえ弟思いの女性。彼女を目の前にするとどうにも胸がチリチリと燃えるようだわ。ええ、認めましょう。私はクレア・カゲノーさんに嫉妬していると。だってあんなにも堂々とシド君のために行動できる立場に私はいないのだから。それで生徒会長であるあなたがなぜここに。もちろんシド君に用があってのことです。クレアさんこそどうしたのですか。私は姉として可愛い弟に会いに、家族水入らずの時間を過ごしたくて。あら、そうだったのですね。それは残念ですね。残念というのはどういう意味なのかしら。今日は生徒会長としてシド君に大事な用がありまして、ですからこちらの時間を優先させていただきますね。よければ私からシドに伝えておくわよ。生徒会長ともなると忙しいでしょうから、どうぞご遠慮なく。とんでもありませんわ。ご家族といえども漏らせないこともありますので、こちらこそお気遣いなく。
では失礼して。ちょっと待った、先にシドに会いに来ていたのは私なのよ。クレアさんのご用事はお急ぎではないのでしょう。ですが私はシド君に火急の用があるのです。そういう問題じゃないわ。それに私だって今日じゃないとダメなんだから。どうあっても邪魔をするのですね。あ、なんか嫌な予感がする組み合わせ。待ちなさい。シド君、どうして逃げるのですか。うわ、追ってきてる。こーら、止まりなさいよ。お待ちください、シド君。